様、こんにちは。合気道破天会の藤崎天慶です。本日はですね、合気道の基本動作についてお話しさせていただきたいと思います。よくですね、武道界では、特に合気道界では、基本は大切だという言葉をよく聞かれます。もちろんね、基本は大切なんですが、基本動作だけをやっていれば強くなれるわけではないということについて、今日はお話しいたしたいと思います。まあ、よくですね、武道界では、基本が大切だから、ともかく基本をやりなさいと、そういったことが言われます。しかしながら、武道というのは、まあ、基本というのは、まあ、足さばきや体さばき、回転動作、すり足などですね。しかしながら、武道というのは、基本だけではなくて、非常に大きな技術体系があります。例えば、まあ、基本の後に、型であったり、組手用の技、コンビネーションや返し技、防御法、そして、打ち込み、その他に当て身、ミット、打撃のさばき、そして何より一番大事なスパーリングなどといったものがあります。非常に幅広い、技術体系があるわけですね。しかしながら、どうも武道では基本が大事という言葉が先行しすぎて、基本さえやっていれば強くなれるんだという誤解があるのではないかと思います。気をつけていただきたいのは、私は基本をやらなくていいと言っているわけではありません。基本動作というのは非常に武道のね、格を作る重要なもので、必ず練習には必要になってくるんですが、基本動作さえしてれば強くなれるわけではないよということを言いたいということですね。基本の上に型があって、その型を身につけた上で、どう動くか。例えば固定返しから相手がぐっと返してきたら肘締め。嫌がって曲げてきたら2強。引いてきたら3強に入るとか。こういうコンビネーションを身につけたりとか。相手が攻撃してきた、相手の技かけられた時の防御とかですね。とっさに出すための素早く動く打ち込みとかですね。そういった実践練習が絶対に必要であって、基本だけやってれば強くなれるわけではないと。これはですね、私がですね、18歳から28歳ぐらいの10年間ぐらいなんですが、基本が大事だと言われていたことと、私自身ね、合気道の基本動作がすごい好きだったんで、結構ですね、基本に時間をかけていたんですね。私は平日はだいたい3、4時間練習していました。そして土日は5、6時間、合気道の練習をしてきました。その中で基本動作は平日はだいたい1時間半ほど練習していて、土日は2時間15分ほど基本動作を練習してきました。これが、まあ、先ほど言った通り基本が大事と言われていたことと、私自身が基本動作がすごい好きで、基本が大事だからやり込まなきゃという思いがすごい強かったんですね。ただ今になって考えてみると、4時間の練習のうち1時間半を、基本に当てるのはちょっと長すぎたかなと思います。確かにね、基本をやり込むと型の精度は高くなるし、合気道的なね、体の使い方というのはわかるようになるんですが、1日1時間半は練習する必要がなかったかなと思います。これはですね、私が普通に基本の構えやすり足、回転動作、入り身転換転身などの体さばき、まあ、正面打ち、横面打ち、正面突きなどの当て身などを一通りやると、だいたい道場を1周2周、もしくは回転動作10回20回を、1セットとしてやると、45分ぐらいで十数種類の基本動作を、基本を終えることができたんですが、1日平日はそれを2セット行って、土日はだいたい3セット行ってたんですね。ただ、今考えると、基本を2セットや3セットもやるぐらいであれば、基本は1セットにして、その残りの45分なり、1時間以上の時間を、組手の技術練習や体作りのトレーニングに当てた方が効率的に強くなれたなと、今考えれば思います。また、基本動作もその1時間半やるのを10年とか続けたんですが、正直なところ、基本動作も、1日1時間半もやってれば、3、4年もやればもう完全に体に身につくんですね。もう呼吸するのと同じように、基本の合気道の動きができるようになると。
そこまでやり込んでしまえば、あとは、時たま復習するだけでもよかったのかなと。例えば、体の動かし方というのは、自転車の乗り方と同じようなもので、完全に体に身についてしまえば、そうそう抜けるものではないんですね。ですので、完全にもう呼吸するのと同じぐらいね、まあ1時間半、3、4年やればもう身につきますよ。呼吸するのと同じように合気道の動きができると。そこまでやり込んだら、あとはもう基本は時たま復習するぐらいで、残りの時間を組手技術練習に使った方が効率よく強くなれたなと思ってます。やはりね、基本が大事という言葉が先行しすぎて、基本さえやっていれば強くなれるというふうに勘違いされがちなんですが、基本だけではなくて、基本から肩稽古があって、肩稽古から組手用の技術、連続技、返し技、打ち込み、そして何より一番重要なスパーリングがあるわけです。ですので、基本を延々1時間半とかやるのであれば、基本を45分にして、残りの45分は組手技術練習に当てた方が効率よく強くなれると。まあ、ちなみに私は組手は、平日は、だいたい1時間ぐらいやっていて、土日は1時間半ぐらい組手やってましたね。ですので、平日1時間の組手練習に基本練習1時間半から30分削って、例えば1時間半組手練習にするとかね、で、残りの残った15分はウェイトトレーニングに当てるとかした方が、今考えれば効率的に強くなれたなと。つまり、基本を大切にすることは重要なんだけど、基本だけやってても強くはなりませんよと。基本だけやってて上手くなるのは基本動作であって、戦いではないと。基本動作が核となって型ができるようになるんだけど、それを、どんどんとっさに出したり動いたりする練習をしなきゃいけないと。ですので、基本を延々2時間とかやるんであれば、基本は、まあ、1時間以内。まあ、私の場合45分ぐらいでもいいのかなと思うんですけど、まあ、基本は1時間以内にして、余った30分なり1時間を通常の組手稽古1時間にプラスして、基本削った分をやった方が効率的に強くなれるなと。ですので、基本をやることは悪いことじゃないです。例えば、基本全然練習してませんとか言うんだったら、それは、問題外です。ですので、基本動作は必要なんだけど、もう2時間もやるような、延々そればっか2時間もやるようなことは必要ないなと、毎日やるようなことは必要ないなと。で、また、ある程度体に身についてきた。もう完全に、ある程度じゃないですね。完全に体に染みついて、もう呼吸するのと同じぐらいになったら、もうそこは基本は身についているんで、まあ、時たま復習するぐらいで、もっと実践練習の方を増やした方がいいぞということを私は言いたいなと思います。で、特にやっぱりね、合気道家はですね、真面目な人が多いからね、基本練習はいっぱいやるかもしれないですが、組手用の練習ってそんなにやってない方が多いかと思うんですね。ですので、もっと、コンビネーション、連続技とか返し技の練習、瞬間的に技を出すようにする打ち込みの練習、当て身もね、単なる空打ちでやるだけじゃなくて、しっかりミットにバチーンと当てる、で、威力を出す練習。まあ、ともかくね、戦いで強くなるためには、武道ではやることがいっぱいありますんでね。基本は大切なんだけど、基本ばっかりやってるんじゃなくて、もっと組手の技術練習をやった方が効率的に強くなりますよということを、私はちょっと言っておきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。